はい、どうも、村田さん、こんにちは。モーガン出ましたね。これはケビン・デュラントのオマージュですね。はい。まあ、事前に中国の情報はちょっと言ったと思うんですけど、日本語で改めてちょっと見ていこうと思います。これまだ見てません。一発撮りでした。あ、で、まず特性が、モーガンより速いシュート動作を持つ、またスリーポイントシュートの命中率が減少しないエリアが 0.5 メートル、50センチとなり、ツーポイントシュートを決めるたびにエネルギーを追加で40、スリーポイントシュートを決めるたびにエネルギーを追加で60獲得する。毎回ツーポイントシュートを命中するかどうかにかかわらず、大内さびに自身のスリーポイント命中率が 10%? あ、10% 上昇する？スタックはなし？スリーポイント打つまで持続か。打つまで持続なんだ。あ、なるほどね。はいはい。まず、スキル見ていきましょう。スキルが、クロスオーバー。モーガンは指定の、範囲内でのドライブ中に任意のタイミングでクロスオーバーをすることができる。共通スキル、インサイドアウトは装着できない。ちょっと待って。左押しただけで右に行くの？で、こっちが、モーガンの強力なドライブ能力に相手はアンクルブレイクさせやすくなる。アンクルブレイク確率 1% の、3%、5% ですね。こっちが、クロスオーバー新特性、ドライブとクロスオーバーで相手をアンクルブレイクさせる確率が増加し、またドライブの接触面積が減少する。相手をアンクルブレイクさせる確率 10% の、接触半径はマイナス 50%。強。で、こっちはドライブ速度3、6の 10%。強えな、こっちが、クロスオーバー新特性、ドライブ距離が小幅に縮小し、距離が増加し、ドライブ、クロスオーバーの距離が大幅に増加する。うん。ドライブ時に倒される確率、マイナス5。10。15%。ああ。こっちが、ノーウェアオフェンス。ドライブもしくはクロスオーバーの終了時にストップジャンプシュートを使用でき、ダンクエリアの場合はダイビングトマフォークを使用できる。うん。ダンクに、なんだこれ。マグレディとどっちがいいんだと。こっちはモーガンのダンクとシュートの技術により、ノーウェアオフェンス時のストップジャンプシュートでダイビングの命中率が、ダイビングトマフォークの命中率がより高くなる。ダンクの命中率 3%、ミドルは 1%。命中率両方上がりますね。はい。こっちが、シュートの準備速度が大幅に上昇し、ダブルドリブルによる停止状態にない場合、シュートフェイクをしてからの短時間の間、準備動作なしのドライブができる。これ誰だっけ？誰だっけこれ。シュートの準備動作が大幅に上昇し、シュートフェイクをしてから、誰だっけこれ。誰のスキルだっけこれ。森だっけ。誰かこんなやつ持ってたな。誰だっけこれ。あれ今どこ行った？行っちゃったっけ？こっちです。で、こっちが。ダイビングトマホークが不安定なレイアップにならず、また空中ブロックされる確率がマイナス 70%。あ、100% じゃないんだ、これ。空ブロされる確率があるんだ、これ。70の7の10。だから 80%、20% の確率で、ダンクは空中ブロックになる確率があるの。強化しても。こっちはドリブル中やボールを抱えてる状態でもダイビングトマホークを使用できる。こっちが、モーガンの素早い反応、キャッチに成功したから3秒以内にクイックランクル、クイックシュートを打ったランクル、シュート速度 1% の 3% の 5%。 ああ。で、カレードダンカー。指定のエリア内でクロスオーバーをしてゴール下に入り両手でダンクを打つ。ドライブ中は接触を無視し、またこのダンクでは不安定なレイアップにならない。見る限りちょっと動作遅いですけど、多分上がってるんですよ。こっから、ダンク妨害耐性が 2% の 5% の 6%。 こっちがクロスオーバー終了時にバックステップフェイダーウェイができる。マジか。はいはいはい。こっちが、バックステップの距離が 0.1。
30センチ、ね。はい。こっちが、カレードダンカーでダブルクラッチができるね。こっちか。ダブプラまであんの、こいつ。強っ。こっちが、レイアップ命中率が 2% の 6%。あ、こっちが、パリームーブ。非ブロック率が固定でマイナス 10%、ドライブ時に止められる確率が固定で 20%。非ブロック率が固定で 10%? うん。こっちが、ドライブが止められる確率が 1%、3%、5% 減る。こっちが、ノーウェアフォンで、味方チームのシュートが外れた場合、ジンピンの全ての命中率は 5% 上昇する?最大2スタックまで。味方チームが得点するまで、持続の効果が持続する。モーガンの迅速な反応力により、自身のシュートが外れた後、短時間の間全ての上昇分が上昇する。10%。外れたら、10% 上昇するんだ。で、こっちが、デッドゾーンでのシュートの命中率が減少せず、シュートフェイクでも命中率が減少しない。毎回のドライブやクロスオーバー、デッドゾーンのシュートで命中率が減少する。シュートフェイクでも命中率が減少する。毎回のドライブやクロスオーバー後の短時間の間、正面妨害度がマイナス 15%。はい。正面妨害度が減少する。正面妨害度はマイナス 1% の 5% ね。うん。バースト。フェイタルシュート。何それ?より高い打点から速いクルアップシュートを打つことができる。このシュートではスリーポイントシュートの命中率が減少しない。エリアがマイナス、あ、プラス 0.2 個、20センチになる。さらに妨害度が、命中率の減少しないエリアがさらに広くなるってことです。しかも命中率が減少しない。で、こっちが、モーガンは様々な攻撃手段に成長しており、フェイタルシュートの使用時に、ミドルシュートとスリーポイントシュートの能力が増加する。え ?12%?12、プラス12、値が増えるっぽいですね。これ、パーセントだったらもっとよかったんですか?能力が12ってどんなもんなんですかね?で、フェイタルシュートのバーストスキルが相手にブロックキャッチされない、ブロックキャッチされない、またはブロックされた場合はエネルギーが600回復し、5秒以内にボール権を取った場合は、そのラウンドで次にバーストスキルを使用するためにエネルギー消費が半減する、5秒以内。うん。微妙だな、これ。ブロックされた場合、すぐにエネルギーを回復できる。硬直時間、マイナス3秒、0.3 秒。1秒か。0.9 秒。では、フェイタルシュート。相手が、試合が5点以上負けている場合、エネルギーを消費せずにバースト。マジで ?5 点以上負けている場合、エネルギーを消費せずにバーストを使用できるの。この効果はバーストスキルを一度使用するか、もしくはスコアが同点に追いつくまで継続し、1回の試合中に最大最下まで発動できる。エネルギーを消費しないバーストスキルを使用した後は、一度試合スコアが変化する、かつ、依然として5点以上負けている場合、再度エネルギーを消費しないバースト上、使用可能になる。その3巻。オフェンス能力強いな、これ。モーガンは長距離のスリーポイントシュート力に立てる、フェイタルシュートで安全のスリーポイントシュートが打てるエリアがより広くなる。10センチの、30センチか。ああ、なるほどですね。はい。まあ、もちろん強いと思いますけど、まあ、個人的に僕はマクレディの方がまだ SF なら強いと思うんですけどね。どんなもんなんですかね、よくわかんないですけど、まあ、普通に強いとは思いますけど、はい、次、認証法とか見て、聞いてもね、最近なんかね、強化圏150のキャラは強いっていう強いと思ってたんですけど、最近はなんか、何て言うかな、雪村も強化圏150ですし、僕が勝ったカエデも強化圏150ですし、150でもなんかあんま強くないキャラいますよね。
逆にほら、なんだ、マーガレットとかエルミスとか、強化圏180なのに、それなりに強いしさ、もうちょっと考えてほしいっすよね。かなぁ。で、次。ここで、ログインでですね、これ、10日間ありまして、無課金の場合は、ガチャ券が1、3枚もらえるんですけど、160円課金することにより、6枚もらえます。さらに他のなんかアイテムもらえるって。これ何？強化券。強化券3枚と、強化券5枚もらえますね。はい。で、あとは、なんか、あ、これはミッションイベントですわ。ミッションイベントで、3の5枚もらって、こっちが、月曜ごとにリセットされるんで、これが約1ヶ月あるんで、余裕で取れると思います、毎日ログインすれば。で、ここで1個と、3個、5個。合計これ、ミッションこなせれば、1ヶ月間なんか10枚もらえると。こっちが、これがガチャっすね。もちろん100でしょ。はい、100です。100でもらえますと。100回引いたら、強化券3枚と、コインが5枚。あ、うん、このコインが5枚と、4、3と、32と、22と、はい。こんなもんですね。で、確率一応見ておきますと、モーガンの当たるかけて 0.03。こんなもんですよ。で、あと、次戦セットがあって、あれ？待っといてて。で、次戦セットがあって、はい。これは絶対買った方がいいやつ。タッチかね？なんか、何これ？あー、なんか変なやつか。はい。これ全く、モーガンと関係ないよ。ただのイベントです。これと、あとは、特売屋で。あれ？特売屋？あったわ。これで、はい、ここで取れる。ですね。ここは絶対買った方がいいやつ。取れそう。ということですね。はい。ということで終わります。